いやー、今年の夏も暑くなりそうだな。そろそろクールビズについて本気で考えないとな。しかも結構夏の暑い期間って長いから、それなりにアイテム数揃えておかないと回らなくなっちゃうんだよな。そういえばこの前大山さんがコスパ最強のクールビズアイテムについて話してたと思うんだけども、まあ40代50代の大人世代に向けてもうちょっとしっかりめのアイテムなんか紹介してくれるといいんだけどな。そのあたり動画にしてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代50代大人世代に合うクールビズアイテム6000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルはですね、基本的にカジュアルな着こなしとかアイテムをご紹介することが多いんですが、ここ最近は割とですね、ビジネス系のアイテムについてもですね、皆さんにご紹介するようになってるんですね。というのも以前はですね、このようなビジネス系のアイテムに関してはそこまで再生数が伸びなかったので、まあ、皆さんの関心があまりないのかなと思っていたんですが、まあ、コロナ禍を明けてですね、出社をされる方、人と会う機会が増えた方も非常に増えてきているタイミングかなと思いますので、まあ、改めてクールビズについてしっかりと押さえておきたい方多いんじゃないのかなと思っています。まあ、そこで今回はですね、クールビズで使えるようなアイテム、前回はちょっとコスパ最強というところで、まあ、身近なですね、ユニクロだとか GU グローバルワークを使ったですね、アイテムを皆さんにご紹介しましたが、今回は40代50代の大人向けということで、価格帯もうちょっと幅を広げたいなと思っています。より大人っぽく上品に見せるための価格帯ですね。かといって高すぎても全くリアリティがないかなと思うので、手が届く範囲内のですね、しっかりと上質なアイテムをですね、皆さんにお伝えしていきたいなと思いますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に40代50代の大人世代に似合うクールビズアイテムを皆さんにですね、一つずつ解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、本編に入る前にですね、まずは全体像を把握していただきたいなと思います。クールビズアイテムって無数にあるわけではなくて、ある程度限りがあるかなと思うんですね。まあ、例えばですね、今僕はジャケットを着ていますが、クールビズになるとですね、こういったジャケットを着る機会はまああんまりないかなと思います。あくまでおしゃれだとか、さらにはちょっとかしこまった場面で着るという方もいらっしゃるかなと思うんですが、基本的にはクールビズアイテムで言うと上半身はシャツですね、まあ、長袖があって半袖があるという形で2つのパターンがありますよね。それに加えて最近はポロシャツという選択肢も出てきたかなと思います。下半身に関してはボトムス、これはですね、短パン履くわけにもいかないので、基本的にはスラックスタイプのボトムスですね、これ一択になってくるかなと思います。まあ、その中でカラーバリエーションが2つぐらいあればよりいいのかなというふうに考えています。さらに小物で言うとベルトと靴、そしてバッグというものがありますが、まあ、このあたりの範疇なので、意外と多そうでそこまで多くはないというのがクールビズの範疇なのかなと思っています。その中でまず一つ目にご紹介したいのは、今回半袖シャツからいきたいなと思っています。まあ、ビジネスカジュアルだとか、まあ、クールビズにおいての半袖シャツというのは結構賛否両論があるんですね。まあ、そもそも半袖シャツってそんなにかっこよく見えるものではないんですね。ちょっと前まではビジネスウェアの専門家の方とかはですね、半袖シャツ否定派の方が多かったんですね。まあ、僕自身も正直ですね、半袖シャツよりも長袖シャツの方が綺麗に見えるし、大人っぽくて上品に見えるので圧倒的に好きなんですが、とは言っても夏は暑いですよね。しかも最近の夏はですね、容赦なく暑くて、しかもそういった期間が長いので、そんなおしゃればっかり言ってらんないので、半袖シャツ積極的に皆さんにもですね、推奨したいなと思います。ただ大前提として、半袖シャツなかなか素敵なものが見つかりづらいというところがあって、僕もですね、いろいろと探した中いいものを見つけたので皆さんにご紹介したいなと思います。僕の動画の中では初めてだと思いますね。オリヒカの半袖スーパークールノンアイロンシャツ、綿 100% カッタウェイオリ柄というものですね。価格が4290円ということで、これがですね、色々と見た半袖シャツの中では非常にバランスがいいなと思いました。半袖シャツというとですね、まずは白が圧倒的に多くて、あとはですね、薄いブルーのものも多かったりするかなと思います。で、半袖の白シャツって一般的すぎて、なかなか素敵に見えづらいんですね。まあ、それに対してレギュラーカラーの普通の襟だとか、あとは昔ながらのボタンダウンだったりすると、これまたですね、素敵に見せるのが難しいかなと思うんですが、まあ、その中でこちらのシャツに関しては表記がですね、紺になってるんですね。まあ、紺というよりは僕の中ではブルー系に近いかなと思うんですね。ブルーの中でもいわゆる普通のですね、淡いブルーではなくて紺寄りの色合いになっているので、このあたりがシャープに見えるのと、人との違いを程よく出しながらも逸脱しすぎないっていうところで、すごくバランスがいい
いんじゃないのかなと思っています。で、表面の質感ちょっと見ていただきたいんですが、割とこう凹凸感があるんですね。オリガーという形でネーミングついていますが、このおかげでペタッとした見え方にならないんですね。これもすごく重要です。夏のクールビズに関しては使ってるアイテム数が少ないので、まあ、少しのアクセントが入ってた方が僕はバランスがいいかなと思うんですが、だからといって襟が高くてボタンがいっぱいついてるですね、デュエボットオニだとか派手な色が入ってるものとかはなかなか難しいので、本当に小さな違いだけでいいと思うんですね。そういった点ではこの折り柄というのは上品かつやりすぎてなくて、なかなかバランスがいいかなと思います。で、襟型なんですけども、これがですねちょっと特徴的で、カッタウェイという仕様のものがついてるんですね。これは結構イタリア系のシャツに多い仕様になってまして、例えばフィナモレだとかバルバだとか、そのあたりの有名ブランドでもですね、このようなカッタウェイの襟型のものを作ってるんですが、そのあたりを落とし込んであるんですね。第一ボタンを開けた時の襟の広がり方がとても美しいので、僕自身も好きな襟型の一つかなと感じています。サイズ感はジャストサイズで体型も綺麗に見せてくれますし、このあたりのバランスも最適かなと思います。まあ、このようなバランスのいいシャツってなかなか見つけることができないんですね。もっとオーソドックスな半袖シャツが本当に多い中で、このシャツはめちゃくちゃいいなと思ったので、皆さんに積極的にお勧めしたいなと思います。まあ、サイズ展開も割と豊富なので、いろんな体型にも似合いやすいかなと思います。これに対してボトムスはグレー系も合いますが、個人的にはネイビーのスラックスですね、こちらの写真そのままのコーディネートでいいかなと思うんですが、同じブルー系で統一をして着こなしを引き締めてもらえば、すごくバランスのいい半袖シャツコーデができるかなと思います。まあ、いろいろとサイト見た中で本当にこれ一押しなので、まあ、ぜひ皆さんにもこちらチェックしていただきたいなと思うんですね。そしてもう一枚ですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるのが、これも同じくオリヒカなんですね。僕はあまりオリヒカをチェックすることが多くなかったんですが、半袖シャツというジャンルでいろいろと見ていたら、結構オリヒカがいいものがあってですね、これもねかなりいいと思います。半袖スーパークールノンアイロンシャツ綿 100% ボタンダウン折り柄ですね。これも同じようなシリーズだと思うんですが、色がこちらも紺になっていまして、先ほどの紺というのはブルーのちょっと延長線上ぐらいのものだったんですが、こちらに関してはしっかりとしたネイビーですね。深めのネイビーでブラックに近いような色合いになっています。このような濃い色のシャツって結構シャープに見えて、なおかつブラックとは違ってほんのりですね青みもがかってるので、そこまで重たくなりすぎないんですね。なのでかなり使いやすいと思います。で、襟型に関してはボタンダウンですね。先ほどのカッタウェイに比べると割とですね一般的な襟型なんですが、色がネイビーでシャープになっているので、やぼったいことは全くないかなと思います。これで真っ白のですねボタンダウンシャツとかだったりするとなかなか素敵に見えづらいんですが、色がシャープなのですごくバランスがいいと思います。こちらも写真そのままのコーディネートでいいかなと思うんですが、ネイビーのこのような半袖シャツに対してグレーのスラックスですね、この色合わせが最強だと思います。まあ、ブラック系のパンツだと重たいですし、ネイビーのパンツでもやっぱり上下が同じ色すぎてしまうので、ちょっと色の差をつけたいと、そういう時にはグレーのパンツが非常に相性がいいかなと思うので、このままのコーディネートで完成してしまいます。これも4290円で比較的買いやすいので、先ほどのシャツ合わせて2枚買っておくとスタイリッシュな着こなしが作りやすいかなと思います。まあ、ぜひですね半袖シャツを着るのであれば、このようなブルー系でシャープな雰囲気のものですね、こういったものを選ぶといいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、半袖シャツもいいんだけども、やっぱり長袖シャツも数枚は持っておいた方が僕はいいかなと思うんですね。まあ、そんな時にやっぱり僕の中では大定番はこのようなストライプ柄のシャツかなと思います。今回ピックアップしたのはメーカーズシャツ鎌倉のですねスリムフィットレノクロスですね。価格はちょっと高くてですね8690円になります。まあ、今回の特集に関しては40代50代の大人世代向けなので、ちょっと良い価格帯のものも積極的にご紹介していきたいなと思うんですが、まあ、メーカーズシャツ鎌倉はですね結構40代50代の大人世代にとっては馴染みのあるブランドかなと思います。まあ、シャツの専門ブランドなので、このあたりのですね作りの良さだとか蓄積されたノウハウというところは他のブランドとはやっぱりですね違いは出てくるかなと思うんですね。まあ、その中でもこちらのシャツに関しては襟型はワイドカラーぐらいですかね。レギュラーカラーよりはかなり広がりがあるんですが、先ほどご紹介したカッタウェイよりはもうちょっと狭めの感じで、割とですね第一ボタンを開けた時の襟の広がりも綺麗ですし、上にジャケットを着たりした時の収まりの良さというところも含めてバランスがいいのがこのような襟型になってくるかなと思います。ですのでクールビズでちょっと腕まくりをしながらシャツを着るスタイルでもこちら使うことができるんですが、梅雨とかでちょっとジャケットを上に羽織るだとか、まあ、秋口にですね濃淡のスタイルを作る時なんかにもこのシャツというのは結構ハマりがいいかなと思うので、真夏以外の季節にはこういったシャツはかなり使いやすいんじゃないのかなと思っています。1枚で着る際には結構白無地シャツって
素敵に見えづらいんですね。ある程度顔が良かったりだとかスタイルが良かったりだとか雰囲気がある方であれば白シャツをバシッと綺麗に着こなすことができるんですが、まあなかなかですねそれも難しいので、ちょっとしたアクセントですね、このようなストライプ柄が入っていることで程よくですね着こなしにアクセントを作ることができるので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まあこちらの素材に関しては春夏に特化したようなものになっていまして、通気性に富んだ細かなですね隙間が空いてるような生地になってるんですね。これがですねなかなかバランスが良くて蒸れたりしないですし快適に着れるような一枚に仕上がってるかなと思います。でこのようなストライプのシャツというのは着こなしは簡単で、ネイビーのスラックスにも合いますし、あとはグレー系のパンツにも合いますので、どちらを履いていただいても問題はないのかなと思います。ストライプの線も細かすぎず、かといって大胆に太すぎないので、まあ、一番これぐらいが使いやすいんですよね。まあ、清涼感のあるホワイトとブルーで構成されているので、まさにクールビズにぴったりのシャツかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですねこういったシャツチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですねボトムスに行きたいなと思います。クールビズのボトムスというのは専門のものを必ず用意をしていただきたいんですね。いつも着ているスーツのボトムスをですねそのまま使うというのは NG なんですね。これなぜかというと、それをやってしまうとですね上下でくたびれ具合が変わってきてしまうというのもそもそもあるんですが、やっぱりスーツ用のパンツというのはシルエット的にもですね少しゆとりがあったりだとか色自体も濃かったりするので、割とクールビズにはそこまでベストマッチはしないんですね。なのでクールビズ専用に特化したような機能的でなおかつシルエットが綺麗なものを選んだ方が圧倒的にですね差別化しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにもですね、まあ、せめて2本ぐらいは用意をしていただきたいなと思っています。で今回ご紹介したいのがザ・スーツカンパニーのですね最高パンツですね。まあ、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。価格は7590円ということで、まあ、高すぎず安すぎずというところで、この辺りのリアルな価格帯がスーツカンパニーの、まあ、最大の強みの一つかなと思っています。このスーツカンパニーっていうのはやっぱり専業ブランドなので、まあ様々なビジネスウェアを長年作ってきたので、そのあたりのノウハウをしっかりと蓄積してあるんですよね。まあ縫製自体もすごく仕上がりがいいですし、立体的な見え方がするような綺麗なシルエット作りというところも注目したいポイントなんですが、やっぱり機能的な部分ですよね。ウォッシャブル機能がついていてノンアイロンでも OK、 まあストレッチも効いていてシワにもなりづらくて速乾性もあるということで、まさにですね夏に適したアイテムかなと思います。スーツのボトムスだとなかなかここまでの機能というのを持ったものはないかなと思うので、やはり夏に適したボトムスというのは持っておいた方が間違いがないかなと思うんですね。まあ、シルエットに関してはテーパードが効いているような美しいシルエットなので、40代50代の大人世代をスタイルよく見せてくれるので、このあたりもバランスがいいかなと思います。まあ、ポリエステル素材ではあるんですが、いわゆるこう天然素材に見えるような上品な質感なのでチープに見えることもないですし、まあ、機能的にはもうモリモリで気軽に使いやすいような作りになっているので、夏場の汗がきく季節にも非常に使いやすいようなそんな一本仕上がってるかなと思います。でカラーに関してはいくつか選択肢があるんですが、個人的には2本持っておきたいなと思うんですね。まずはネイビーですね。ネイビーのスラックスというのが僕はですねクールビズには最適だなと思ってるんですね。まあ、というのもネイビーという色には清潔感みたいなところが漂うので、大人世代にはすごく使いやすい色なんですね。そして先ほどご紹介したようなブルー系のシャツにも相性がいいですし、ストライプのシャツなんかにもすごく相性がいいので、まあ、ぜひ1本持っておきたい色がネイビーかなと思っています。そしてもう一色なんですがグレー系の色ですね。これまたメンズのビジネスウェアにおいては欠かせない色合いかなと思ってるんですが、まあ、その中でもメランジツイルと呼ばれるような表面にですね少しこうムラ感があるというかメランジがかったような雰囲気の色合いですね。これまたなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。遠目で見るとやや濃いめのグレーに見えるんですが、近くで見ると少しメランジ感があってペタッとして見えないというところがなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、グレーという色の中にも濃いものもあれば薄いものもあるんですが、濃い方がよりシャープに見えて明るいものは軽快に見えるというところがあるんですが、個人的にはやや濃いめの方がシャープに見えるかなと思うんですね。特に40代50代の大人世代だとグレーって失敗するとやぼったく見えがちなので、まあ、これぐらいのシャープなグレーが使いやすいかなと思います。先ほどご紹介したネイビーのシャツですね、濃いめのネイビーのシャツにこのグレーのパンツがバチッとはまるかなと思うので1本持っておくと便利かなと思います。あとはストライプのシャツにももちろん相性がいいので、この2本さえ持っておけばまず間違いがなく夏場はですね快適に過ごせるかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて4点目のアイテムなんですが、僕はですね、クールビズのアイテムの中で影の番長と呼べるのがこちらのアイテムかなと思ってるんですね。ベルトです。これなぜかというとですね、スーツスタイルにおけるベルトというのは上にジャケットとかを着てたりするとそこまで目立たないんですね。隠れてしまう場合もあったりするので。一方でクールビズだとシャツに対してスラックスを合わせますよね。でタックインするので確実にベルトが見えてくるんですね。体の中心にあるものなので意外と目立つので、ここをですね適当に済ましてしまうとちょっとですね素敵に見えづらいので、ベルトはちゃんとしたものを1本でいいので用意をしておくとすごくですね着こなしがまとまりやすいかなと思います。そこで今回ご紹介したいのがこちらですね、ラルコバレーノのメッシュベルトですね。価格が 15,400円ということで、今回ご紹介したアイテムの中では最も高価になるんですが、投資をする価値は十分にあるかなと思います。これなぜかというとベルトって必要じゃないですか。まあ様々な着こなしに使うことができて、流行トレンドみたいなものがないので一度買うとかなり長い期間使えるんですね。なのでベルトに関しては買い替える必要がそこまでないので、ちゃんとしたものを用意をしておいた方が僕はバランスがいいかなと思います。もちろんメッシュベルトというのは季節あんまり問わずに使えるので、まあ、今回のですねクールビズで使うこともできますし、それ以外のですねビジネスカジュアルで一年中使うこともできます。または何だったらカジュアルな着こなしの時にもこのメッシュベルトを使うことができるので、意外とですね使えるシーンが多いんですね。なのでしっかりとしたものを買ったとしても決して損をすることはないかなと思います。まあ、ラルコバレーノというとですね革小物で有名なブランドなんですね。まあ、メイドインイタリーの商品作りをですね得意としていまして、小型の財布だとかそういったものがすごく有名で、僕もですね普段のスタイリングでよく提案するブランドなんですね。こちらのメッシュベルトというのは僕の中ではあまり馴染みがなかったんですが、すごく仕上がりがいい一本かなと思います。このベルトというのはゴム製なんですが、上品な見え方になっていまして、伸縮性があってすごくですね付け心地もいいんですね。僕もメッシュベルト大好きでいろんなものを買ってきましたが、すごくこれバランスのいい仕上がりになってるかなと思います。で先端部分にはですねレザーも使われているので、素材的に引き締まりも出ますし、バックル部分のですねシルバーの輝きですね、このあたりも上品で、しかもちょっと丸みを帯びてるんですね。このデザインの細かなバランスも完璧なんですよね。そして幅もですね 28mm ということで、大きすぎず細すぎないというところですごくバランスがいいですし、様々なスタイリングにもハマりやすいかなと思うんですね。まあ、シンプルではあるんですが、作りの良さだとか細部までしっかりとこだわり抜いた作りになっているので、これはかなりおすすめのメッシュベルトになってくるかなと思います。でカラー展開がですね豊富なんですけども、個人的には、まあ、ブラックがいいと思います。というのもネイビーのスラックスにも合うし、なおかつグレーにも合うというところではブラックが一番使いやすいんですね。そしてやっぱりですねこのようなクールビズこそベルトと靴の色は統一した方がいいので、ブラックが一番ですね、まあ、汎用性が高いかなと思うので、こちらを選んでいただくのがいいかなと思っています。そしてこのブラックさえ選んどけばデニムに合わせてもいいですし、他のパンツでもですね相性が良かったりするので、まあ、まず失敗することはないようなカラーリングかなと思っています。このベルトが着こなしの中心に入るだけでかなり全体のバランスは整いやすいです。これをいつも通りの本当にシンプルなブラックのレザーのベルトにしてしまうと、スーツ用なのでちょっと堅苦しく見えてしまうんですね。シャツやボトムスのちょっとカジュアル感のあるテンションと合わないので、そういったカジュアルなアイテムに合うようなベルトをしっかりと選んでいただくことで全体のバランスが整うので、ぜひ皆さんもですねこのようなしっかりとしたメッシュベルト1本あると便利なので用意をしてみていただければなと思っています。はい、続いて5点目のアイテムはですねポロシャツですね。これまたここ最近クールビズにおいては使われる機会が非常に増えたアイテムの一つかなと思っています。半袖のシャツ、そして長袖のシャツがあって、まあ、さらにカジュアル感のあるような選択としてこのようなポロシャツがですねビジネスシーンではよく使われるようになったかなと思うんですね。ただやっぱりですね未だに素敵なポロシャツをですねビジネスシーンで着てる方はそんなに多くはないので、今回の動画ではおすすめのアイテムを皆さんにご紹介をしたいなと思っています。まあ、最近はカジュアルめのですねポロシャツとしてニットポロを皆さんにご紹介することが多いんですが、まあ、今回はニットではなくてちょっとこう機能的な素材感で、なおかつビジネスシーンでも使いやすいものをご紹介したいなと思っています。こちらですねエディフィスの吸水速乾機能のアルビニオープンポロシャツですね。価格が 11,000円ということで安くはないんですが、仕上がりがめちゃくちゃいいので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。僕も普段のスタイリングでビジネス系のアイテムをご紹介する際に結構エディフィスを使うことが多いん
インですね。まあ、セレクトショップのオリジナルの中でもシャープで大人っぽく上品な雰囲気を持ちながらも、価格帯はセレオイの中でもそこまで高すぎないので結構穴場だなと思うのがエディフィスなんですね。その中でも結構ポロシャツの作り良くて、こちらはですね、まあ、シンプルなレギュラーカラーの襟型なんですが、サイズ感もジャストサイズですごくバランスを取れた1枚になっています。で、注目したいのは素材使いと色使いなんですね。こちらは世界的にも有名なシャツの生地専門ブランドであるアルビニ社のですね、ものを使っていまして、まあ、高級感と上品さが漂うような見た目に仕上がってるんですね。で、この素材の良さというところと色使いの綺麗さというところは結構連動してるかなと思うんですが、個人的にはネイビー A ですね。これがなかなか素敵なカラーになってるかなと思います。まあ、ブルーなんですけども、ネイビーほど濃くなくてシャープさはあるんだけども清涼感もあるというところで、すごくバランスのいい色になってるかなと思います。これに対して先ほどご紹介したネイビーのパンツを当ててもらってもいいですし、グレー系のパンツでもすごく相性がいいかなと思います。襟元のですね、ロール感も綺麗に出てるので、1枚主役できたとしてもすごくバランスのいいようなポロシャツになってますので、これは大人世代にはおすすめの1枚かなと思っています。他にはホワイトだとかブラウンもあるんですが、失敗するとちょっと大人世代には難しかったりするので、もう一色ご紹介したいのはネイビーですね。先ほどネイビーの半袖シャツもご紹介しましたが、同じくですね、ネイビーのポロシャツというのもビジネスカジュアルにはすごくハマりがいいかなと思います。この色に関してはやっぱりグレーのスラックスで合わせていただくのがベストかなと思いますし、意外とですね、これカジュアルで着てもバランスがいいかなと思うので、ブラックのスラックスとかでまとめていただくと結構綺麗めな大人向けのカジュアルスタイルも作れるかなと思います。もちろんポロシャツ1枚で着ていただくのもいいですし、この上にですね、ジャケットだとかジャケットを羽織ったようなセットアップスタイルの着こなしの中にもハマってくるので、様々なシーンで使えるような上質なポロシャツだなと思うので、オンオフ問わずに使えて、主役そして内側のインナーとしても使えるというところで、まあ、ぜひ皆さんもですね、こちらのポロシャツチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、足元に行ってみたいと思います。靴もですね、クールビーツのアイテムにおいてはすごく重要度が高いなと思うんですね。というのも夏の着こなしって着用点数が少ないからなんですね。上半身は1枚だけ、重ね着はなかなかしないですし、あとはボトムスに対してベルトと靴っていうものが基本的な構成になるので、まあ、靴もですね、ちゃんとしたものを揃えた方が僕はバランスがいいかなと思います。このようなビジネスカジュアルだとかクールビーツにはどんな靴があるのかというと、シンプルなプレーン2のシューズだとちょっと重たいかなと思うんですね。そういったものだと雰囲気的にはネクタイを締めたようなかなりクラシックなスタイルに合いやすいんですね。だけどもクールビズのポロシャツだとか半袖シャツだとか長袖シャツの腕まくりのスタイルなんかに合わせてしまうと、ちょっとですね、ちぐはぐな印象になってしまうんですね。なのでそういったアイテムに合わせてややカジュアルなレザーシューズを合わせたいので、まあ、そんな時に使えるのがこちらですね。今回ご紹介したいのがザ・スーツカンパニーのシュリンクレザーのコインローファーですね。価格は 16,390円ということで、結構コストパフォーマンスもいいので、これはおすすめできるような一足かなと思っています。で、ローファーも結構難しくて選択肢の幅が広いんですね。本当に値段上げれば良いものもたくさんあるんですね。まあ、先日コラボレーションしたジェディアファッションチャンネルの森さんがおすすめしているフェランテもめちゃくちゃかっこよくて、僕自身もですね、何度も何度も普段のスタイリングでご提案をしてきました。ただやっぱり6万円以上というところでなかなか手が出ないという方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、そんな時に買いやすい価格帯でちょっとこうフェランテっぽさも出るようなシャープなフォルムが特徴のこちらのローファーというのはおすすめしやすい一足かなと思っています。まあ、ローファーの形もですね、結構国によって様々なんですね。アメリカのですね、ローファーというのはちょっと丸みがあってですね、ぽってりとした雰囲気のものが多いんですね。一方でイタリアのローファーとかは少しこうシャープな無駄のないようなシルエットになっているので、方向性が変わってくるんですね。まあ、カジュアル使いであれば僕はですね、ちょっと丸みのあるようなぽってりとしたオールデンみたいなですね、ローファーも大好きなんですね。かつては僕もオールデンのローファー所有していましたけども、そういった雰囲気もいいかなと思うんですが、まあ、ビジネスカジュアルだとかあとはクールビズにおいてはシルエットはシャープな方が、まあ、全体のバランスとしてはまとまりやすいかなと思います。また今回のテーマである40代50代の大人世代にもすっきりシャープなものというのはバランスがいいかなと思うので、こちらすごく使いやすいんじゃないのかなと思います。まあ、デザイン的にはすごくシンプルで一切の無駄がないんですね。やぼったい箇所がなくて、なおかつ脂肪感がちゃんと伝わるような綺麗な質感のですね、一足に仕上がっているので、これはなかなかバランスがいいかな
かなと思います。まあライニングにはですね豚革を使っていまして、このあたりは汗をしっかりと吸って放出もしやすいような素材感になっているのですごく使いやすいのと、まあ通気性も良いので蒸れにくいというところも含めてクールビズにも適したようなそんな一足になっているかなと思います。でソールに関してはハーフラバーソールを使用していますので、まあ雨が降った日なんかでも滑らないというところも含めてなかなかバランスのいい仕上がりになっているかなと思います。でスーツカンパニーのローファーってかなり狙い目だなと思ってまして、まずはサイズ展開もしっかりと豊富というところですね。このあたりもありがたいポイントですし、価格帯もすごく買いやすくてなおかつデザインのバランスも取れていて、しっかりとクールビズのスタイルに合いやすいものを作っているので、かなりこれは使いやすいんじゃないのかなと思います。高いものになるとやっぱり3万円以上のものが多いし、安いものだとちょっとこうデザイン的に物足りなかったりだとか完成度の部分でもう一歩かなと思うものが多いんですが、その中でも価格帯抑えめで素材感もいいしデザインのバランスも含めてすごくシャープでかっこいい仕上がりになっているので、これはなかなか超えるような一足はないかなと思うので、ぜひ皆さんもですねブラックのシューズを履いてブラックのベルトと一緒にリンクをさせながらクールビズのスタイルを綺麗にまとめ上げていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代50代大人世代に似合うクールビズアイテム6000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、今回の動画を見ていただければまず間違いがないですねクールビズアイテム揃えていただくことができるかなと思っています。価格帯も結構それぞれだったかなと思うんですね。結構スーツ専門ブランドがですね強いなという印象で、まあ、今回は初めてオリヒカをやりましたし、あとは定番のスーツカンパニーですね、このあたりもやりました。あとはシャツに関してはメーカーズシャツ鎌倉がやっぱり強いですし、このあたりをうまく使いながら大人の男性にぴったりのですね着こなしを楽しんでいただきたいなと思います。まあ、小物に関してはですねベルトと靴ここまでやってバッグをですねちょっとお伝えしてなかったんですが、まあ、シンプルなレザートートみたいなものがあれば僕はいいんじゃないのかなと思います。僕がビジネスカジュアルなんかでよく使っているのがですねこちらですね、まあ、ブラックのレザーのトートバッグ、うちのブランドソウとフェティアさんというバッグの専門ブランドとコラボレーションしたものをですねよく使ってるんですが、このようなレザートートはいろんなブランドからも出ています。まあ、グリーンレベルさんのレザートートもすごく価格帯も含めてバランスもいいんですが、まだうちのですねレザートートバッグ楽天で在庫があるみたいなので、よかったらそちらもチェックしていただきたいなと思います。まあ、いずれにしろ革小物はブラック系で統一すること、いわゆるこのレザーのブリーフケースみたいなすんごい硬いものだとこれまたクールビズのアイテムとしてはやや硬すぎてしまうので、まあ、レザートートぐらいがやっぱりバランスがいいかなと思うので、まあ、こういったもので代用していただくのがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、このようなクールビズのですね企画だとかビジネス系のですね着こなしについて、まあ、皆さんの関心どうなのかなとは思ってるんですが、まあ、ぜひ今回の感想だとかこういった企画も欲しいですというのがありましたらコメント欄の方でお聞かせいただければなと思っています。これからもこちらチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問にお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですねこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか僕自身がリアルに買ったものなんかをですねほぼ毎日投稿をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。